んばんは。こんばんは。さあ今週も始まりましたパチタウン TV ですけども、はい、先週リニューアルしまして、うん、2週目のね放送です。はい、はい、そうなんですよ、うん、まあ、今回ね、はい、あのいろいろ企画もありまして、うん、あのプレゼント型企画っていうのもあるんですけど、なんか言ってましたね、いろんな今回ね、はい、企画が盛りだくさんの番組になるという中、はい、視聴者の皆さんにですね、うん、やっぱりプレゼントをしようというね企画ですけど、つまり媚びを売ろうみたいな、ね、いや、もう言い方悪いです渡しますよみたいなね、うん、まあそういう感じなんですけど、はい、まあね、どういうねプレゼントだったらやっぱり喜ぶのかなって、うん、いうふうに私思うんですけど、プレゼントにもよるもんね、本当に喜んでくれるかどうかは、うん、ちなみになんか2人の欲しいプレゼント、なんか逆にどこまでどこまで女はこうなんですよ女はすぐこのリアルを求めちゃうからさちなみに、あの、じゃあ、はい、その本当に欲しいものは何なの今さやちゃんが、可能であれば、うん、やっぱ旅行とかだったらかなり嬉しい。でも旅行もね、あの行く場所によるでしょ。それも本当どこまでっていう。いやだからどこまででも行きたいところ。うん、沖縄。いや意外と近場に来たの。意外と近場やね。現実的なプレゼントするのか、うん、夢をプレゼントするのかっていうところがあるんじゃないですか。夢。ここはあえて、うん、皆さん。シチュー肉輪をプレゼントしますみたいなね。ごめんなさい、わかんない。どういうこと、最後までお楽しみってことですか。そうそう、それもいいでしょ。ちょっと楽しい。ほら、ほら、ちょっといろいろ考えちゃいますよね。さやちゃん、多分もらえるもんなら何でもいいだろう。なるほど、なるほど。めいちゃんは私、あ、でもテレビでは言えないこんな感じ。でも私も旅行は行きたいです。でもほら、近場よりかはやっぱり海外に行きたいです。何すんのよ田舎者が海外行って。いやいや、マジでやっぱり海外って。どこよ海外って。私が行きたいところはモルディブとか。何しに行くのよ。いや、もう海、もう何もない。さっきのじゃあ石垣でいいじゃん。石垣でいいじゃん。石垣はやっぱり違うよ。違うよ。話終わらない。行きましょう。スタートです。さあ、ここからパチタウン TV 福岡版です。ということで、はい、やっと実践登場しました、はい、美穂さん。はい、こんにちは。今日空いてます。それ多分流行んねえから結構長くやってますよ。あ、そうだろ。お願いします。よかったらね、皆さんもね一緒にやっていただいてね。はい、せーの、こんにちは。まあ俺やんないですけど、やってくださいよ。もうやりたくないっすね。やりたくないよ。やりたくない。というわけで、先週に引き続き、はい、ヤズーさんにも来ていただきます。はい、どうも、鹿児島のジョニーデップ2週連続でございます。いやいや、誰も言ってねえからね。普段は鹿児島で活躍してらっしゃる、はい、鹿児島のパチタウン TV の方のメイン MC の方をさせて。そうなんですね。はい、濃いね。濃いです。もうザ・鹿児島ですから。というわけで、はい、ヤズーさん、はい、本日の企画は、はい、今回の企画が、うん、あの視聴者様から手紙が来ておりまして、このテレビにね、やっぱり出てるその人たちは本当にスター性があるのか。そう、でも本当に来てるの、そういう引きの強さをもうこの3人で見せようじゃないか。誰が強いのか、本当にスター性があるのかっていうのをこの3人で、ね、まだものすごくかぶったね今ね。一体誰が必要なのか検証していきましょう。やるぞ。よし。この中でスター性があるのは誰？引きの強さに注目です。今回の舞台は黒崎太陽会館。パチンコ356台、パチスロ202台を設置しているホールで、最新台はもちろん人気台も充実しているホールです。さあ、今回は大海物語2コーナーで実践を行いたいと思います。大海物語2は県内でも珍しく、なんと40台も導入されてるんですよ。すごい懐かしい機種でしょ。じゃあこの機種で楽しんでいきましょう。はい、はい。あー、まあ3は本当ね、最近打ってますけど、2は久々なんですけど、まあ、お当たり確率が348分の1で、まあそのうち確変突率が 62% ですね。で、確変中は高確率時は34分の1で、当たりやすくなっているという、まあ、シンプルな海物語のオーソドックスなタイプになります。まあ、時短が100回転ついてるんで、そこで引き戻せるかどうかっていうところはそうなんですけど、これ天文さん、これ位置情報でボタンがあるじゃないですか。これボタン押しますよね。これがたまに重くなる時があるんですよ。ちょっと硬くなる、そしたらこれパールフラッシュかけるマジ。実はそういうちょっと楽しい要素もあるんですよ。意外と知られてないんですよ。めったにもないですけどね。硬くなって硬くなるんですよ、ボタンが。
でも2を打つのは本当に久しぶりなんで、まあやっぱ3はですね、お給味とかいろんな人で打ってるんですけど、懐かしいね。懐かしい。だから僕氷で働いてたこともあったんで、お若い時にこの頃、そうです。もうだからもう懐かしいですよ。マイクをこうやりながらっていうのを思い出しながら、思い出話に花を咲かせるより、スター性があるかをちゃんと発揮してくださいよ。するとここで健坊さんに、なんとかバスタウンに水効果やっていけそうです。ここで可変昇格のチャンス、果たして。あー、外してもうた。これはなかなかのスター性がある当たり方ですね。言ってなかったですけど、今回当たんなかったら今回で卒業ということになります。そうだったんですか。頑張ってください。そのおはがきにはそんなこと書いてなかったんですけど、これオーディション兼ねてるんで。やめてください。ケンボさん当たったから言ったんでしょ。そうやって入学と同時に卒業ということになります。聞いたことないですよ。みほちゃん、ここは一ついい展開を見せるしかなさそうですね。まだチャンスはありますよ。今日1回目だからいいとこ見せたいし、で頑張らないと。もうエミはノーマルリーチでも当たるので、ノーマルリーチも応援したいと思います。でもさすが健坊さんのパワフルダッシュ、まぶしかった。健坊さんのスター性がすごいです。さあ健坊さん、このまま連チャンさせましょう。いい波に乗れていますよ。するとここで、人はスター性はあるのかという視聴者からのお便りで、それを検証している今回の企画。現在健坊さんが2連チャンですが、もう終わりそう。さあ美穂さん、だいぶ卒業が近づいてきましたけど、まだあとばっかりでしょ。大丈夫ですか。卒業するにあたってちょっと番組の思い出とか。みほちゃんの卒業も気になりますが、健坊さんにまたしてもチャンスがやってきましたよ。カウントダウン予告が発生し、チャンス、さらなる連チャンなるか。まずは先読みです。これはもう敵を撃つ。よし来た、来い。次も奇数リーチは発生するのですが、は
してます。これはなんだか嫌な流れになってきましたね。うわー、これ当たんねえ。ことごとく。ここは気を取り直して再び学編昇格目指して頑張りましょう。よし頑張れ、引き戻します。頑張って、チャンス到来です。気合い入れたけど、もうちょっと頑張りましょうか。そしてヤドゥさんはというと、まだ食べてないんすよ。多分そのせいっすよ。あ、ダメっす。道具合わせなくないっていう。見せ場全くないって。全くないっすね。やばいなこれ。そう言いつつ、ケンポンさんももうすぐで時短を抜けそうです。もう最高に熱い演出でこの残酷だから、ね、先読みも2回も来ないっていう、はい、まあそろそろ大当たりお願いしてもいいですか。まさしくね、今日遊ばせていただきましたホール、太陽会館のように光り輝くスターは私一人ということです。ありがとうございます。まあ、でしょうね、ね、まあ、ゼロ回ゼロ回だからね。今日、すいません、頑張ります、はい、いました、はい、いました。いや、おそらくカメラほとんど映ってないんじゃないかな。ね、そして、はい、ミオさん、短い間でした。お疲れ様でした。やめてくださいよ。それあれでしょう、歓迎ジョークでしょう。卒業おめでとう。今日レギュラー決定と同時に卒業も決まりました。早っ。早くないですか。そもそも、はい、番組1回目の収録に来れないというね。そうですね。そういう粗相から始まり。そうなんです。忙しかったです。今日からリニューアルですって、今日私行けないんですけど、うん、っていうね。朝かの。ですね。全部丸投げでしたからね。すごかったんですよ。理由は忙しいっていう。忙しかったんです。そんな理由ってこだわりもないですか。ね。で、2回目の収録では当てないという。当てないんです。もうこれは卒業流れですもんね。いや、3回目はぜひ見ていただきたいですね。どうかな。3回目美穂さんいるんでしょうか。その辺も皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、福岡以上です。さあ皆さん、楽しんでいただけましたか。笑える番組ですよね。とっても面白いです。めいちゃんに笑える。それはそれで。急に
それはそれで皆さんにも失礼ですね。この MC にも失礼ですよ。下手くそだよね。なんでですか、この最後の入り。いやいやいや、もう楽しい番組ですよね。いいじゃないですか。めいちゃんが成長するのかもね。皆さんで見守っていただきたいと思いますけども、はい、これからプレゼント企画やっていきますんで、うん、プレゼントちょっと決めないといけないんですよ。決めて、うん、僕は DMM のこの人にね、はい、お偉いさんにこれいきましょうっていうのを提案しに行くから、うん、山銀さんがじゃあ直談判してくれるってことですね。決めましょう。どうします、何にします。今日だからさやちゃん出たのが沖縄旅行でしょ、うん、で私海外旅行がいいです。腹立つな。なんでですか。腹立つなって何ですか。海外旅行、海外旅行可能であればやっぱり海外行きたいかも。ちょっとちょっとちょっと、現実になるんだったら。おい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 。まあ旅行か、うん、僕の言った出張肉林だから、もうどっちかします。それ一番、ね、でもワクワクする、当たるまで。だから食いつかないでそこ。旅行にしましょうよ。さやちゃんが意外と出張肉林が好きなんだけど。わかんないもん。ちょっと出張肉林が、うん、本当ですか、濃厚になってまいりました。まあでも本当プレゼント企画が始まった時にはちゃんと発表もしてね、はい、そうですね、やりたいと思いますん で、はい、でこれから皆さんパチタウン TV よろしくお願いします。はい、はい、さあそしてこの後は、うん、パチタウンに送られてきた川柳をですね、さや、はい、ちゃんがセクシーに、セクシーにね、はい、呼んでくれるということで、はい、今回どんな句なんでしょうか。はい、はい、ぜひ皆さん最後の最後まで見てください。ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。人生が振り回されるハンドルに、来週も見てね。